2018年2月の24日9時37分です。よろしくお願いします。おはようございます。いつゲットおめでとう。おはよそう、俺の YouTube 見てたの。アイテムありがとう。アイテムありがとう。
じゃいいよ今日。ああ、昨日モグゴリ行ったよ。昨日モグゴリ行ったよ。ていうかモグゴリ30分3000円もしなかったけどね。普通に安かったんだけど。普通に安かったんだけど。全然ぼったくり価格じゃなかったよ。あれ便所さんが説明が悪いよ。30分で3000円って言ったらダメだよ。普通のバーの価格だよあれ。あれは説明がおかしい。便所さんの。はい、ワドツーハートありがとう。アイテムありがとうね。うん、でも良心的、まあ良心的とか普通の価格だったな。だからチャージ取るのがなんかキャバクラみたいだったけどね。はい、おはよう。1回だよ1回。朝だけね、朝だけ日当たりがいいんだよね。朝だけ。おはよう。はい、飲む飲む。はい、ワドツー、アイテムありがとう。パフェありがとう。パフェありがとう。18号さん、おはよう。ハートありがとう。ハートありがとう。おはよう。天気いいな今日は。天気いいなねえ。ピーカンだね。ピーカン天気いいわ。昨日ビンゴイベント、昨日のキャンセルになったんじゃなかったっけな。昨日のビンゴはキャンセルになったんじゃないの。おにぎりおにぎり美味しいよね。美味しいよね。おにぎりはね。嘘、当たったの。ありがとう。俺に投げてくれんの。ありがとう。大花火ありがとう。ありがとうございます。ありがとうね。すごいね、当たったんだ。おー、すごいじゃん。運強いね。ありがとう。なんかビンゴ大会不具合でもう一回やり直すって書いてあったけどね。もう一回もらえるチャンスがあるのかな。ねえ、もう一回やるってね、お知らせ来たよね。
のりこへの愛は本物か。のりこへの愛はわからないけど、のりこからの愛は本物だろうね、多分ね。それはね、思う。のりこへの愛が本物かどうかわかんないんだけど、のりこから受けてる愛は多分本物だと思うよ。え、投げてもらえたら嬉しいっすね。いや、そう思わない。なんかそんな感じはするけどね。あれ、もしかしてこいつ本物かって。昨日モグゴリいたよ。ハートありがとう。19号さんありがとう。のんちゃんは俺のこと愛してる。感じか。外飲み行くの。いや、ステゴロのポスター取りに行きたくて。ステゴロのポスターくださいっつったら、まあ今日店にいるって言われて、まあまあ挨拶もしないわけにいかないから、ナーボーと話してる。ナーボーが接客してくれて、でナーボーとずーっと話してて、モグゴリ、いや安かったよ。ね、俺が2杯飲んで、で便所さんに1杯とナーボーに1杯だから800円のドリンク、800円のドリンクだから、4人か、4つか。俺が2杯、便所さん、ナーボー。俺がほらドリンク飲めないじゃん。だから1時間いたんだけど、ほらこの前話したでしょ、昨日話したけど、バーっていうのは1杯のドリンクで20分しか時間使っちゃダメだよって言ったじゃん。だから普通は3杯飲まないといけないっていう計算なんだけど、俺が飲めないのよ。だから俺は2杯飲んだんだけど、まあナーボーさんに1杯と便所さんに1杯おごって、まあまあ邪魔にはならんだろうと思って、でまあ4杯飲んで4100円だったから、いや安いと思うよ。あ、もぐもりの1日連勝ね、改めて便所さんから依頼来た。え、やってよっつって、え、でもカメラ回せないんでしょっつったら、あれだろう、ワドっつって、録画だったらいいよって言ってくれたから、あ、じゃあやりますって言って、録画を回すんだったら全然って言って、ただ集客は全くできないですよとは伝えたけど、バカありがとう、おはようございます。1時間で4杯飲んで4100円だったかな。まあ普通です。ハイボールが1杯800円だったかな。なんか会員になると安くなるし、なんか安いセットいっぱいあったよ。なんかそのドリンク2杯、乾き物1杯でなんか2000円とかなんとか書いてあったから、俺はそういうの使わない、通常料金で行ったけど、で会員になると安くなるみたい。さらにそのセット料金とかドリンク料金が、だから別に普通の飲み屋って感じだったね。価格は高いと思わなかった。ただ1個ネックなのがタバコ吸えないっていうのがあったね。禁煙だったの。なんでタバコダメなんだろう。それが俺は苦しかったかな。まあ、正直な感想、全然安いっていう。安くて、で、まあタバコ吸えないのがネックだったって感じだった。好きな配信者が一日店長やってたら楽しめるよ別に。セット料金つって、普通はチャージっていうのを取るの、席料っていうのを取るのはどこも普通なのね。で大体普通歌舞伎町とかだと1000円取るんだよ、個人のバーって。1000円でまあドリンク1000円とかなんだけど、30分おきにいくらか払うシステムだったね。30分おきにいくらか払うっていうシステムだった。キャバクラみたいとか、キャバクラとか、なんだ、カウンターバーあるな、なんて言うんだっけ、ガールズバーみたいなシステム。だ時間でお金取るっていう。
別にタバコを吸えない店を批判してるわけじゃなくて、俺はタバコ吸う人だから、ちょっとタバコは吸える席欲しいなとは思っただけで。うん、まあ東京だったら普通だよ。俺が店長やったら行く？本当に？接客しねえよ接客しないよ俺。それでいいんだったら来て。接客は一切しないですよ僕は。ダラダラ喋るよ、ダラダラ。生活保護を受けてた時の楽しみか、何だったかな楽しみか。あのね、ブックオフで100円で漫画買うことかな。1ヶ月3冊ぐらい買えるんだけど、あのね、ブックオフで漫画買うのが楽しみだったな。漫画好きだからさ、それくらいかな。あとはまあ生放送ですね。500円で1ヶ月楽しめるっていうのがニコ生の仕組みだったんで。だからバンにされると本当にイライラしたもん。バンにされた時本当にふざけんなって。しかもわけのわかんない虚偽通報でバンにされたからね。俺はちょっとそれは腹立ったね。俺にとっては貴重なお金だったから、500円バカにすんじゃねえよって、それは本当に怒ったね。はい、わたつ。だからね、ふわっちでね、ふわっちは、そう、本当に悪いことしないとバンにしないから、運営さんが一つ一つ確認してるのは本当に好感持てる。仕事をやってますよ、仕事を、ふわっちさんは。さあ、無料で提供してるのにちゃんとフェアにやってるっていうのは、俺は本当にふわっちに好感持てるね。俺はこのサイト大好きだよ。はい、おはよう。なんか小学生みたいだな、ブックオフでブックオフで漫画100円の漫画1冊買うっていうの。今ね、500万とか600万稼いでる3、40代が壊滅してるからね、ほとんどね。千葉県と東京ぐらいしかないらしいよね。もう本当に日本の仕組みがボロボロになってるよ。配信だけで食ってるのはすごい。俺がすごいわけじゃないよ。支援してくれてる人がいるから、そういう生活ができてるだけだから。たまたまだよ、たまたま。運だよ、運。出会った人が良かっただけよ。おすすめの漫画？いや、おすすめの漫画。おすすめの漫画。おすすめの漫画ね。で、読まないでしょ、読まないでしょ。たまにね、リスナーさんの中でワドおすすめのやつ読んだよって言ってくれると面白いんだけど、読むの？僕らのっていう作品は読んだ方がいいと思うよ、一回。あれは本当に読んだ方がいいと思う。福本作品も別に嫌いじゃないけどさ、知ってるでしょ福本作品は。あと古谷実がまあ相変わらず好きで、うん、古谷実作品はおすすめだな。秘密サルチネスあたりはおすすめですね。読んでみてください。おはよう、パフェありがとう。おはよう。足立充は好き足立満は好きなんだろうね、ボクシングと野球と恋愛それしか書かない。あのシンプルさは俺本当に好きだわ。ボクシング、野球、恋愛、すごくいい、
セイントお兄さんはまあ面白いけど、そのなんつうんだろうな、そのエンターテインメントつまり、その場その場の笑いの消化で別に何か残るわけじゃないじゃん。まあそういう作品は好きなんだけど、残る作品が好きなの。ずっしり心の中にズドーンとなんかこびりつくっていうか、へばりつくような作品ってあるのね。俺はそういうのがすごく好きで、セイントお兄さんはそうではないからね。おはよう。ワニトカゲイスドラマになってんだ今。あれはどうなんだろうな、ワニトカゲイスか、人気の出る配信者そうでない配信者の違いを一言で言って、一言で、うん、おはようございます、おはようございます。運ですね。朝の光は、朝の光は何だろう、朝の光はって漫画読んだことないな。面白いの、少女漫画じゃないの、あの人が書いてんのって。アニメはクソ。あのね、ちゃんと正しく聞いて、漫画とアニメって同じように見えて作家が変わるわけだから、俺ね、その漫画とアニメがあったら2つの作品は別に考えるべきだっていうのが俺の考え方なのよ。漫画版、アニメ版は見てないんだけど、話聞いてる限りクソだし、ってアニメ版見たけど面白くなかったよっていう人多いので、ゆくゆく聞いてみたら全然ストーリーの核になってる一番大事な部分がいくつも抜け落ちてるんだよ。だからはっきり言ってね、あれはアニメ化不可能。エグすぎる話が、アニメで放映できないような話だからしょうがないんだよね。監督がねシナリオ変えちゃったんだよね。でも実際無理だよ、エグすぎて、無理。漫画版の僕らの読んだことある人だったら、あれは無理だなって言うよ。原作準拠が主流になった。まあまあそれが普通なんだけどね、そこに色、アニメーターとしての色を乗せるのが本来のアニメーターなんだけど、なんか作家性みたいなのを出してきたよね。漫画の読む方だね。ふわっちスタートで稼ぐ秘訣は、稼ぐ秘訣もなんか別に、なんだろう、才能があったら稼げんじゃないの、才能がなかったら稼げないってだけでさ、そういうもんじゃないの。でそんな難しい話じゃないと思ってるけど、ふわっち稼げなくなってきてるっていうのは人によるんじゃないの。俺今月多分歴代3位ぐらいの売り上げになると思うよ。歴代多分3位だね。過去10ヶ月間の中で歴代3位になると思う。俺の中では3位だね。3位、3位だわ。だからまあ人によるんじゃないの、稼げなくなってるか稼げてるか。まあふわっち全体の売り上げのことは俺わかんないけど、いやだからあそこのサイト、ニコ生はさ、その表示させてて8000円って出ても、最終的になんか1ヶ月後とかになんか800円とか出たりとか2000円とかどんどん下がって、最終的に俺0円になったから、また騙されたわと思って。多分ね、またそういうのがこれから起こってくると思うよ。でふわっちに人が戻ってくるよ。すぐ裏切るんだよ、あそこのサイト。多く見せて。ふわっちはまあまあ、配信者が、こう、もう集まりきったから、今度はリスナーを集める方に、ふわっちが、こう、頑張らないと、
リスナーの奪い合いが始まってるから、ちょっとバランス崩れてるね。予算来たあたりからバランス崩れてて、配信者の数が増えすぎてもダメなのね、実は。そうじゃなくて、リスナーさんが増えるようなことやんないとダメなの。今、ふわっちは結構重たい課題を背負ってるよ。で、これをクリアしたら、モンスターサイト、ニコ生もツイキャスも超えるよ。メガホンは別に俺は悪くないと思うけどね。無課金の人も楽しめて、俺はいい仕組みっつうか、ふわっち頭いいなと思ったのが正直なところだね。だって無課金の人も楽しめる仕組みにしないと、システムとして尻すぼみするからね。お金持ちだけ楽しめるってなったら良くないもん。無課金の人も配信者のこと応援したいでしょ。昨日俺モグゴリ行ってたから、ビンゴやってないよ。やってない。あ、いや、ステゴロ2のポスター取りに行った。ステゴロ2のポスター取りに行ったのよ。で、言われたのが、リスナーさんの分、和道が配らなくていいって言われた。そのためにリアトツ企画やってるから、トゥクトゥクのためにみんなリアトツ来てって、全員に渡すからって言われた。これはハイボールだね。ハイボール飲んできたよ。格のハイボール。あと、ありがとう。いや、別のサイトからとかじゃなくて、なんだろう。別のサイトからじゃないと思ってるかな。そうじゃなくて、配信、そこだよな。一般層をどうやって取り込むかだよな。若い子がいないのは結構、ふわっちって3、4、50代が多いから、何気結構おっさんのコンテンツなんだよ。だから、若い子をどうやって取り込むのかって話したけど、若い子はふわっちやんないだろうな。飲み代ね、1時間飲んで、ドリンク、俺が2杯飲んで、ナーボーさんと便所さんに1杯ずつで、4杯で4100円だった。1杯800円だから、シェハ30に3200円の900円、30分450円が席代だと思う。30分よ、1時間900円で、プラスドリンク代っていう計算じゃん。のんちゃん髪好評だね。いい感じだね。みんな綺麗綺麗って言ってたよ。好評ですね。ベッキーみたいって言われてたよ。 ベッキー、俺はね、客層若い子はターゲットにしてないから。
おすすめ欄の人相悪いな。確かに。トム・ソーヤ、池上さんが唯一の救いだな。池上さんだけマイルドな感じだよね。確かに人相悪いな。はい、どうも。楽しんでて。アンチは主婦じゃないよ。俺はね、女性からは嫌われないタイプの。中年の男性に嫌われるの。俺より年が上で、俺より収入が低い、要は俺より年齢が上なのに、俺よりうだつが上がらないやつ。だからアンチのとつまち聞いたらわかるでしょ。ろれつが回ってなかったりとか、なんか、冴えない感じとか、もう、に漂うにとか。要は、ルサンチマンって言うんだけど、心理学の用語で。いや、すごい根強いコンプレックスを俺に持ってる人が俺のことを叩くの。だから、成功してる人とか、心にゆとりのある人とか、俺のこと叩かない。女性は俺のこと叩かないよ。うん。そう。もう、大体みんなも分かってきたでしょ。最近、凸かかってきて。俺のことをバカだって言うよ。工場で働いてるような人以下。鼻炎はだいぶ良くなったんだよ。今日なんか花粉がすごい。女性リスナー半々だね、うちは。女性リスナーと男性リスナー。男女比は半々。凸多い、知能指数低い凸多いよね。そう、本気で嫌いっていうよりもコンプレックスを持ってるんだよ。もちろん年上の人全てがって言ってるわけじゃないですよ、アンチが。18号さん、花火ありがとう。いや、類は友を呼ぶっていうよりもね、光のあるところには影が必ずできるのね。光と影だっていう表現だよ。光と影。これ別になって嫌われても別に構わないもん。俺のこと好きな人を大事にするから。嫌いな人は別に興味ない。そうだね、手のかかる弟みたいな感じで、年配のね、できる人たちは見守ってくれてるね。おすすめのギャンブル、おすすめなんだっけ、テキサスホールデム、テキサスホールデムかな。いやー、違うんだよ。ネットで統計を取られたことがあって、ネットで大体荒らす人って40代の男性なんだって。もうわけわかんない、支離滅裂なこと書いてんの。40、50代の男性っていうデータが出てんの。なんだか若い子ってね、実はね、すごくマナー守るよ。若い子で荒らす人あんまりいない。まあ、病気の人とかは例外だけど。むしろその30代以下っていうのは子供の頃からネットがあったからリテラシー高いケースが多いね。逆だと思ってたでしょ。やってみるとわかるよ。だから逆に言って女性から変な凸かかってきたことないでしょ、俺。アンチ系の凸とかないでしょ。女性から結構好かれる。完全にアンチは男性だね。のき兄さん会ってないよ。誰もいなかったね。俺、一番最初の客だった、その日の。そうそう、2チャンネルの主要ユーザーがね、40代以上だね。文字ベースでやり取りするのに慣れてる人たちだから。変な女の人からかかってきたんだ。あれは俺のリスナーじゃないもん。俺のこと見てるわけじゃなくて、たまたまコラボに上がってきたから。だからすぐいなくなったでしょ。ああいうのはいなくなるんだ、すぐ。
ああ、おめでとう、ナーゴンさん。ビンゴで花火当たった。さっきもらったよ、大花火。好きな人に投げな。ビンゴもう一回やるみたいだね。ありがとうございます、7号さん。花火ありがとう。ふわっちのいいところはね、こういうイベントやってね、なんか無課金も課金も大事にしてるからね。いいところだよね。運強えな。ありがとう。名前は読み上げませんが。ありがとうね。4、50代、やっぱりバブル世代が害悪。いや、バブル世代が害悪とは思わないけど、4、50代がね、うまくいってないからな。っていうかね、別に4、50代でもうまくいってる人は別にそういうことやらないんだけど、なんつうんだろう。あのね、悪い、俺はその悪い癖だと思うのが、うまくいかないやつの特徴って自分のせいにしないで人のせいにするんだよ。もうこれ、もう普遍的な特徴なのね。自分がうまくいかないのは、社会のせいだ、家族のせいだ、仲間のせいだ、職場のせいだ、上司が悪い、社長が悪い、放送がつまらないのは和道のせいだ、ふわっちのせいだ、配信会は害悪だ、もうずっとこれを言い続けるの。だから一向にうまくいかないの。うまくいく人って問題が起こった時に、問題意識って持っててね、なんで俺はうまくいかなかったんだろうっていう人はうまくいくんだよ。ブラッシュアップするから。あ、しょうがないよ、これは。うまくいく人とうまくいかない人の差よ。おはようございます。あ、うまくいかない人のロジックはさ、何言ってもダメなの。逆に言ったらかわいそうな人なんだよ。そう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 。もう先が見えてるし、今からもうダメだっつって。要は自分の自我を保つためには周りを蹴落とさないとっていうか、精神的にね、周りを否定してないと自我が保てない人たちなの。だからダメなの、もうしょうがないそれは。のりこはうまくいってるじゃん。のりこはすげえうまくいってると思うけど。そう、自分本位になったらダメだよ。のんちゃんは今日ね、にんにくの芽の豚バラ炒めっていうのを作ってくれるんだって。今日はのんめしの日だよ。のりこ定食。髪の色変えてないよ。髪の色変えてないよ。おはよう。ありがたいね。今日はね、アイテムね、序盤からたくさんいただいて嬉しいっすよ。機嫌がいいっすよ。ありがとう、みんな。こういう風にね、ポン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 上がるとね、調子いいよね。障害年金とかじゃないよ。ニートっていうかね、年齢は35歳までがニートって言って、スネップっていう枠組みなのかな、のんちゃんは。ただ、はっきり言って、のんちゃんは負け組ではないよ。のんちゃんのこと負け組だって言ってるやつは、現実見えてないやつよ。のりこはめちゃめちゃ勝ち組だよ。ハートありがとう。障害者年金もらえてるのが勝ち組だって思ってるような、そうなんだよ、59号さんは。厳しいっていうのは。テキサスなんちゃらどこでできますか？新宿ですか？ギャンブル自体はできないですよ。日本ではできないです。テキサスホールでも、簡単に言うとポーカーです。日本人が思ってるポーカーってどういうルールかっていうと、5枚のカードを先に渡されて、で運だけで勝負するでしょ。
テキサスホールデムっていうのは5人から8人テーブルで囲うんすよ。で2枚カードが配られるの全員に。で2枚の手札見るのよ。で場に3枚のカードがオープンされるので、場のカードと自分の2枚のカードで8人で掛け合うので、要はこの2枚のカードは自分は知ってて、場にある3枚のカード、マージャンに近いかな、で降りるか乗っかるかっていう。で親が金額をどんどん高くしていくので、オールインとかレイズとかって言って金額をどんどん上げていって、最終的に1対1で勝負して場にあるコイン全部総取りってやつかって、それがテキサスホールデムだよ。心理ゲームっていうか麻雀に近いかな。うん、すごく面白いよ。ていうかアメリカとかのカジノでは最もポピュラーなゲームの一つだね。裏カジノではテキサスホールでもできないと思うよ多分。なんでかっていうと、どうなんだろう、裏カジノでできるのかな。まあでも捕まるよ裏カジノでやったら。裏カジノでできるところは知らない。お台場で俺はやったの。お台場でテキサスホールでもやった。アメリカは金ないから行けないかな。できんのかな。韓国とか行けばいいんじゃないの。お前は負け組で毎日 PC に向かってブツブツ言ってるだけだろう。まあパソコンに向かってブツブツ言ってるだけだよ俺は。だけど俺が楽しいからそれでいいんじゃないの。で別にあなたにね迷惑かけてないし。今ね、とあるね、54歳と今 LINE してるの。誰とは言わないけど、54歳の色黒の統合失調症でパンチのランカーで格闘技大好きな人とちょっとメールしてる。のんちゃんの喧嘩とつ面白かった。ニートなんだけど何も楽しいことが見つからない。何も楽しいことが見つからないか。冒険すればリスクを取らないだけでしょあなたが。冒険してみなよ。冒険楽しいよ。冒険しちゃいなよ。体調辛いみたいね。ちょっとね、風邪ひいてて辛いって。そうだね、俺もヒカルくんと練習したいと思ってる。ヒカルくんと練習するよ。3月25日に一緒に合同練習するよ。はい、ワードツー。俺は身寄りいないね。まあでもいいんじゃん。なんかないものを
並べてもキリがないくないか。俺はいろんなものを手にしてるよ。いろんなものを失ってるけど。ハートありがとう。おはよう。はい、ワードツ。あ、ヒカルくんマハ道場にしたんだ。そっかそっか。はい、ワードツ。おはよう。元気だよ。花火が上がって1曲リクエストがあったら歌います、はい、花火が上がらないときは歌わない。身元引き受け人いなかったよ。俺は身元引き受け人っているのかな。花火バブルは終わっただろうね多分ね、うん、花火バブルは多分おとといの前って何て言うんだっけ。昨日おとといの前に多分終わった。3日前に終わったね。ファンタスティック上がらなくなったかんね。もう終わりじゃん。だから言っただろ。そう、一生ついてくとかさ、俺は来月も応援するよっつっても、そうじゃないんだって。気分なんだよ。もう気分なの。気分、うん、風船は高い。あ、花火は高くて風船がだと。まあまあチップだからさ、金額は人によるでしょ。まあ月末っていうのもあるかもしれないしね。うん、3万も稼いでないよ俺気分屋だよ。だけどそのなんつうんだろうな、花火は普通に気分で投げるべきなんだって。気分で調子がいい時悪い時あるんだって。俺3万も稼いでねえぞ。どこ情報だよそれ。3万稼いだって誰が言ってんの。そうそうそう、催促するもんでもないよ、うん、いやハングリーな和道が一番輝いてるっていうのは違うよ。あなたがコンプレックスを持ってて、あなた自身が収入が低いっていうコンプレックスを持ってて、俺が稼げば稼ぐほどキラキラして見づらいんだよ単純に。そこはね、訂正した方がいいよ。単純に配信者が稼ぐとつまんなくなるっていうのは自分の問題なんだって。だから成功者の足を引っ張る潜在意識があるんだよ。もっと応援しよう、もっと応援しようってならないの。もっと高いところに窓を押していこうとか、うん、勝手に収入決めつけるのは良くないよね。そうそうそう、楽しい放送だと思ったら上げてくれるんだよ。寝ながら聞いてんの、ありがとう。猫じゃらしありがとう。あ、メガホンありがとうございます。メガホンありがとう。おー、何今から寝るの。いつもあれだよ、いいねありがとうね。ツイッターのいいねありがとうね。俺ねこの T シャツね、もう20枚ぐらい持ってんの。風船1000個と花火1個どっちが嬉しい。配信者としては風船は1個 0.4 円だから、風船1000個もらうと400円の収入なので、花火1個は500円の収入なの。この 20% の差ってすごくでかいでしょ。だから風船100個と花火1個だったら花火1個の方が正直嬉しい。ただね、風船1000個の方がいいっていう人もいるから、俺はありがたく頂戴するよ。俺個人的には花火の方が嬉しいよ。花火ありがとう。90号さんおはようございます。今日はありがたいね、途切れないですね。ありがとうね、みんなありがとう。あ、この人か、ありがとうございます。メガホンは無料、ただデイリーランキングに貢献できるからたくさんいただきたいですね。メガホンも持ってる人はいただきたいです。まあ放送の質で課金ってわけじゃないよ。空気だよ、空気、雰囲気でしょ。猫じゃらしありがとう。30号さん、今月これが最後の花火やつって、来月も頼みますよ。
ありがとうね、いつもね、95号さん。ありがとう、91号さん。花火ありがとう。91号さん、花火ありがとうございます。ありがとうございます。91号さんは誰かな？おー、おはよう。いつもありがとう。おはようございます。今日は、え？昨日は大丈夫。昨日はめちゃめちゃイライラしたね、ちょっとね。昨日はね、ちょっとひどいよ、あれは。でも今日は大丈夫だよ。昨日は本当にイライラした。いや、微弱ながらなんてやめてよ。積み重ねていこうよ、一緒に。ね、ありがとう。おお、ありがとう。ビンゴで当たった？ホモじゃない？ハートありがとう。ホモじゃないの？ホモでしょ。俺にハート投げる人はホモでしょ。男の人だった。ああ、ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。いや、マジでイラつくでしょ。バブル復活っつうか、まあバブルっつうのはいつ始まるかいつ終わるか分かんないものをバブルっていうわけだから、解放配信について指摘されてて笑った。いや、あれはね、解放本当に空気読めないと思ったから注意したよ。お前どの口下げて、なんかあの終わり方はないわとか言われたから、お前に言われたくないわと思って、解放お前そういうとこだよって普通に注意したから。ビンゴの恩恵を回収してる。のんちゃんは卵味噌好きなのかな、どうなんだろう、わかんない。のんちゃんに聞いてみたら今度。キツネの方が花火投げやすいって言うよね。ああ、ありがとう、85号さん。ハート5号ありがとう。いやー、まあまあ、過去のことを俺は、過去の放送あんま説明するの好きじゃないんだけど、生放送やってるわけだから見た人しかわかんないもんじゃ。過去のこと説明するのあんま好きじゃないんだよね。俺も配信者やから、大手になりやがって和道とリア突しよう。いや、俺が一番嫌いな発想だわ。なんか俺大手じゃないと絡まないとか一切やってないの。トツもバンバンかけてきていいよって言ってるし、どんどん絡んでって言ってるの。そのガンガン絡むから人が増えていくわけじゃん。だからその大手になったらリアトツするってね、一生来ないよその発想だと。もっと過疎の頃からガン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 絡むやつが大手になってるでしょ。だし俺は大手とか過疎とかっていう考え方で人のこと見ないのね。俺が興味あるのは、面白い人間か、つまらない人間かだけなの。そう、絡みたいか、絡みたくないかは。だから、その、人数が多かろうが少なかろうが、俺は、あなたのリスナーさんを奪おうとか思わないから、俺に関心があるんなら、ガン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 絡んでもらいたいね。あ、ファンとして会いたいの。ガンジャは吸ったことないんだよね。だから好きとも嫌いとも言えないかな。ガンジャはね、わかんない。面白いことやってリスナー増やしてきた人にやってないやつが来るとムカつかない？俺はないかな。だってまだわかんないじゃん。その人の才能が開花するかもしれないじゃん。人と人と絡んで初めて学んでいくことができると思うから、俺は人と会わないと何か得られ、リアルな情報は得られないと思ってるよ。覚醒剤やったことないね。脱法ハーブ一回だけやったことあるけど、もう二度とやんないね。いや、ガンジャね、よく勧められるんだけど、違法だからな、この国では。なんかガンジャ好きな人周りにいっぱいいるんだけど、俺は吸わないね、嫌いだから。卵味噌はあれだよ、大っ嫌いだよ。リアルで会ったことあるの？88号さん。リアルで会ったことある？
なんかさ、そのコメントを拾うところでは、コメントを拾うのが配信者の仕事だと俺は思わないわけですよ。で、なんでかっていうと、150人とか200人ずーっといる状態で全員の声を聞くことはできないのね。で、いつも言ってるんだけど、何を書いても別に構わないわけですよ。生放送だから何を書いても構わないけど、感想でしょ、それは俺に対する。だから別に受け取ろうが受け取る前が俺の自由だし、俺はそのなんつうの、表現者として舞台の上に立ってカメラを回してそのメッセージを発信し続けてるわけだから、リアクションはそっち側でやってっていう、ファンレターは受け取るよっていう、おひねりとファンレターは受け取るよ俺は。でもね、そう、配信者としてね、コメントを読み上げるんだったら棒読みツールでもつけてろよって思うかな。そうそう、みんなも自由に書いていい、俺も自由に話していい、ただ話題を拾うかどうかはお互い自由じゃん。だそういうもんだと思うよ配信って。だからコメント欄に書かれてることは俺の意見ではないわけですよ。誰か他人の意見なわけですよ。で、俺は絡みたい人と絡む、絡みたくない人とは絡まない。ここの空間、カメラとサーバーにはすごい大きな隔たりがある。東京に行けば会えるの、あ、俺に気分かな、その時の、まあ街中でね、本当の熱烈なファンだったら俺の家の前でね、ずっと出待ち、10時間出待ちとかしてね、やるのがファンなんじゃない。コンビニ行く時に和道さん寒いって、和道さん僕も10時間外で待ってましたっつって。おはよう107号さん、79号さんありがとう、猫じゃらしありがとう、花火送れるときは送る、応援してるよ、ありがとうね、ありがとう79号さん、一緒に頑張ろうね、ありがとう。家の中は、家の前はきつい、まあ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 、好きに好きに選べばいいんじゃん。ありがとう、うわーすげえ。109号さん、ファンタスティック花火ありがとうございます。ありがとう109号さん、無理しないでね。誰109号さん、ありがとう、おはよう、強いやつ来たーっつってね。強いやつ強いやつ来たって面白いね。来たーっつってね。トレンチコート1枚で待ってるファンは困る、怖いよね。あ、のんちゃんのファンなんだ、ありがとうね、すごく嬉しいよ、ありがとう。芸能人気取りじゃない、俺は芸能人ではないよ、俺はスーパースターね。ワード、メガホンありがとう。1万放れるってすごいよな、俺もそういう男になりたいね。1万放れるってすごいよね、時給が跳ね上がっちゃったね。実際会うと本物のワドさんかっこよかったよってなるんだろうな。あのね、そうなんだよ。そうなんだよな、実物会ったことある人ね、この中に何人かいるんだけど、ある人いる？実物俺に会ったことある人。みんな言うんだけど、めちゃめちゃかっこいいって言うんだよ。マジでびっくりした。特に女の人が言うね、めちゃめちゃ実際のワドを見た時めちゃめちゃかっこいいって本当に言われる。マジかって、正直惚れたわって本当に言われる。かっこいいんだよ。会ったことある？101号さん、いや本当に本当に会ったことある人に言われるので、でしょっていうの俺は、ありがとう18号さん、花火ありがとう18号さん、ありがとう。あるけどない。スタイルは良くないよ。ただそのあのね、これはね、実はカメラの構造でテレビ画面ブラウン管ってさ、曲面になってるから、実は芸能人見たことある人わかるけど、異常に痩せてるんだよ。わかる？これはブラウン管がブーって曲面を描いてるから画面が広がるの。だから芸能人って痩せてないといけないっていう条件があるので、今ってさブラウン管ってないじゃん。
その平面的なんですよ。あ、ありがとう、メガホンありがとう。平面的でしょ。だからこれないって思ってる人いるんだけど、あのね、スマートフォンとか、このロジクールのカメラ、ウェブカメラっていうのは実は広角レンズって言って、平面的に写真を撮ってるんじゃなくて、ワイドなこの辺とかを撮るためにこうカメラ自体が湾曲してるの。だから意外と痩せてるの。意外と。メガホンありがとう。そう、びっくりするよ。だから痩せて見えるとか小さく見えるの。だからスタイルがいいように見えるんですよ。うん、デブに見え、だからあれ、えって、意外と太ってないですねっていうの、うん、だからね、桃7の写真見せようか。桃7はカメラ写りが悪いのね、あの動画の方の。桃7ははっきり言ってね、あの実際会うと美人っていうか可愛らしいのよ、すごく。知ってた？リア突した中でね、桃7はね、なんかオカメ納豆みたいな顔してんだけど、あれって思うよ。実物見ると可愛らしいなと思う。で、ゆいがさんはみんなが思ってるよりも骸骨だからゆいがさんに会った時の衝撃、生で。みんなが思ってるよりも骸骨なの本当にびっくりする。ゆいがさんは骸骨じゃん、ホラーマンじゃん、骨骨マンじゃんってなる。これはね、あるあるなんだよな、配信者の。実際見たら髪の毛は薄いのは本当カメラで見るより薄いじゃんとはなる、なるなる、それは本当。うん、だからね、リアルで見た人は、あ、かっこいいって言うよ。うん、あるかな。誰がいいかな。まあ関慎吾さんで例えると、あ、キャプチャーができないわ今、ごめん。そうだ、キャプチャーバグってんだ今。後で設定し直しとくよ。リアツした生主見せようと思ったけど見せらんないわ、なんかバグってんだよね今。実際の方がオーラ、オーラか。あー、90号さん、いってらっしゃい。オーラ、配信者にオーラなんかあんのかな。オーラ、いや多分ね、配信者のオーラって何なのかって、多分ね、態度がでかいだけだと思うよこいつ態度でかいなってやついるじゃん。それが生主の典型的な素質だから、うん、態度がでかいんだよねみんな、多分それだけだと思うよ。あ、だからね、捨て頃の写真とか見ると、捨て頃生で見ると全然違うよ、捨て頃は。だから生で絶対見た方がいいよっていうのはおすすめしてる。チケット取ったりとか、配信好きだったら捨て頃のチケット買った方がいいぜって。うん、金梅さんも実際ブツブツだったねあ、俺ね、目はね、よく言われる。あのね、あのよく言われるのが、あのね、配信者に何人か会ったんだけど、配信者ってなんで少年みたいな目するんですかって言われる。これはよく言われる。で、特に和道さんは子供みたいな目をするっていうの、これ本当に言われるんだよ。子供みたいな、本当に少年みたいな目してて、特に和道さん目がキラキラしてるっていうから、それは配信者だから目がキラキラしてるんじゃなくて、発達障害だからだよって言ってるの発達障害のやつって子供っぽい目すんだよ、表情とか。多分ね、それだと思う。ドレさんはだからみんなが思ってるよりも色が黒いね、うん、マッキーペンぐらい黒いからね、ヒサロに行き過ぎて真っ黒だね。だから白い服を着てるのね彼は。夜とかどこにいるか分かんなくなるからね、ドレさんってリアルのが小さいっていうか、俺はね、なんかでかく見えるらしいんだよ。でも身長170しかないから、すごく小柄なのね俺って。だから俺は小さく見えるって言われる方かな、でかい人だと思ったって。あ、まあまあそうだろうね、リスナーさんの思い入れの問題だろうね。例えば俺がね、
町山智博さんとかマイケル・ムーアに会ったら神だって思うもんね。マイケル・ムーアに会ったら多分神だって思うと思う。神格化すると思うよ。152センチに見える？働いてない人は顔が幼く見える。170あるね俺は。あ、そうだよな、受け手の思い入れだよな。だからなんかなんつうんだろうな、ギャップに戸惑うよ。なんかね、芸能人扱いをされるんだよ。あのね、違うんだよ、芸能人だと思い込んでるのってアンチは言うけど、そうじゃなくてファンの人の方が芸能人として配信者を扱っちゃうんだよ。でもそれに慣れてくるのね、だん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 。だからじゃない、俺らは別に普通だと思ってるんだけど、あとだんだん気づいてきたんだけど、それを演じないとダメなんだっていうことに気づいてきた。あの新野町とか光くんとか金梅さんとかもそうなんだけど、あのね、あの普通であってほしくないの、リスナーさんは。リアトするときにいつも画面で見てる憧れの光くん、憧れの金梅さんじゃないといけないから、そういうのをやらないといけないと思うよ。そういうの、そこは難しいと思う。だから重いじゃないの。俺は別に32年間このまんま生きてきたわけだから、32年間普通に生きてきたわけよ。オーラもクソもないでしょ。俺は人間にオーラなんかないと思うけどな。どうなんだろうね。取り勝ってるよ。私も和道ちゃんには、あのね、そう、あのね、そのタイプがいるのよ。俺のリスナーさんで毎回会う人っているんだけど、あのね、あの浅草のババアみたいにペタペタ触る人がいるの。おじさんとかおばちゃんとかお姉さんとか若い子もいるんだけど、ペタ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 ずっと触る人がいるのよ。ご利益なんかねえぞみたいな、ずっと触るの。わあ、和道だ和道だっつってペタペタこの辺触るのよ。ずっと触るの、あれなんなの。あれなんなの、すげえ触ってくる人いるの。わあって、お前親戚の親戚つか、お前ばあちゃんかよみたいな。何なんだろうね、ありがたやありがたやって。あれは俺心理としてよくわかんないね。あの、そう、関取、そう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 、関取みたいな感じでババアの囲いどもがこうペタペタ触るぞ。あれ、あれみたい、あれをやられる実際。そう、マスコットとかの感じで、あれは本当にやられるんだよ。何なんだよな。うん、ね、親戚のおばちゃんにいるでしょ、親戚のおばちゃんとかおばあちゃん、孫にペタペタ触るじゃん。あれをすごいやられるから、あれは一体何なのって。別にいいんだけど、全然構わないんだけど。なんで触ってくんだこいつみたいな。うん、あとね、たまにね、あの和道ステッカーを異常にあの大事にしてくれる人がいて、和道ステッカーにお守りとお守りをサンドイッチして、お守りで和道ステッカーを挟んで財布に入れる人とかいるの。おばあちゃんじゃん。もう孫目線なの、孫目線。和道ちゃんにご利益があるようにっつって、俺のステッカーを挟んでるのよ、お守りとお守りで。そういうのはすごいよね。いや本当にいるよ、俺見せられたもん。なんかお守り財布から見てって言われて、なんとか祈願みたいな、すごいご利益のありそうなお札があって、
何これと思ったら下の方を見せられたらまたお札なの。お札っつうかなんかそのご利益のありそうな感じのカードみたいなで真ん中に俺のステッカーが出てきて何これみたいな、邪気を封印してるんだあ、その考え方はなかったな。あ、そうなんだ。あ、いろんな人がいるよな。いろんな人がいる。いやだからね、もうこれはそのなんだろう、配信者も芸能人もそうだと思うんだけど、自分がどんどん離れていくの、良くも悪くも。これ本当にあるの。自分じゃなくいい勝手なことを言われ、よくいいことも悪いことも暴走するのよ、向こう側で。雰囲気とか空気とかがどんどん出来上がっていて、こいつはこういうやつに違いないっていうのができてくるの、勝手に。で、俺のこと知らない人で、その界隈の人たちも、あ、そういう人なんだってなって、どんどんでかくなっちゃうの。俺はすごい嫌なの、それは。癖強いよ、癖強いよ。そう、だからね、それに戸惑うっていうのが毎日かな。いいことも悪いことも。なんか、その、対人としても見られてないの。なんか、アイコンなんだよ。和道っていう、その、キャラクター?有名勢みたいなもんだよ、あのね、あとね、一番嫌いなのが、もう本当に俺、写真撮っていいけど、いいよ、ツイッターに使おうが、面白く加工しようが、何してもいいけど、あのね、電車の向かい側で半笑いで傘はやめろよっていうの本当にあんの。これ本当に腹立つんだ。これね、松本人志がね、あの切れるの分かるよ、本当に。やられたら、あのね、すっげーストレスだから。電車乗って半笑いでカシャ、明らかにカメラのフォーカスがこっちに向いてるの、明らかに。昨日言ったよ、あれはすっげー殺意湧く、めちゃくちゃイライラする。言ってよっていう、もうそうなの。単なる盗撮は俺からすると。で、一回注意したのよ俺、おいって。もう明らかにもう今日は言おうと思って、おいって言ったら、なんて言われたかっつったら、あんた配信者だろって言われたかんね。マジで殺そうかと思ったわ、その時は。おっさん、あんた配信者だろって一言目がそれだよ。ありえねえとか思って、本当にしばき回そうと思ったもん。こらえたけど、いや事実だから、持ち上げてねえから。いや声かければいいじゃん、普通に。写真撮らせてくださいって、絶対心よく答えると思うよ、おっさんがおっさんを盗撮すんだよ。そう、もう意味わかんないよな。いやだから、スマホ奪い取ったゲームのスクショじゃないんだよ、あんた配信者じゃんって言われてんだから。いやーもう考えられないよ、俺はああいうのは絶対嫌だ、考えられない、考えられない。でもなんか和道リスナーってなんかね、綺麗な女の人すごく多くて、のんちゃんとびっくりするんだよね。びっくりするよ、なんか品の良さそうなね、なんか性格の良さそうな、28とか32ぐらいの、そのなんだろう、お姉さんというか綺麗な人が多い。ありがとうございます、91号さん。花火ありがとう。グレート花火ありがとうございます。本当に多くて、
えっとコメント「コタカンなんですか?」って言ったら「私コメント打たないんです」って言って、うん、あれはびっくりする本当に。ありがとうございます91号さん。あれは一体何なんだろう今日で×4 になったのおー×4。 あーすごいよな、たまにいるよね芸能界でいうとキム兄さんタイプだよね。何なんだろう、×4 ってすごいな。だからその1回目の結婚と2回目の結婚と3回目4回目4回の結婚と4回の離婚があるわけでしょ。4回の結婚と4回の離婚がどんな思いがあるんだろうねそれぞれに。まあお子さんがいるのかいないのかとかもあると思うけど、×4 ってすごい解消あるよな。でそれぞれに慰謝料とかいろいろあるわけでしょ。すげえな。声をかけたらね断られるじゃなくてね、盗撮をするやつはねまあパッパラパーなんだよ。もうだいたいジャージなのそういうやつってボロッボロのジャージを着てなんかサンダル履いてるよれた T シャツ着てるやついるでしょ、おっさんで、うん、あ同じ人と罰にか、あーはーはーはー、それはまああるかもね。あのねだいたいサンダル、スラックスっていうの、スラックスよ、ボロボロのジーパン、ボロボロの T シャツかパーカー。歌舞伎町のホストとかそれ仕事でやってるでしょ。だから歌舞伎町の結婚はそれね仕事でやってるんだよもう恋愛の仕事のツールだから結婚が。盗撮が犯罪だと思ってないんだろうね、うん、あだからね金梅さんは花があるけど金梅さんを陽キャっつうかねダークサイドに落とした感じの人そう金梅さんが全く配信でスターじゃなくなったバージョンみたいな人にパシャって取られる、うん金梅さんは花があるじゃん、知名度もあるじゃん。だから金梅さんにやられても何にもないけど、確かに金梅さん属性かもしれないな。確かに確かに、そういう感じかもしれない、あとあれだな、ランシドのラーズとかティムとかに会ったら、ラーズとかティムとかに会ったら俺やっぱ感動するかな。ティムに会ってみてえな、ティムアームストロングに。なんかさ、いないみんなの中でもこの人には会いたいけどこの人と友達になりたいわけじゃないみたいな人いない？あくまで神様でいてほしい人っていない？いない？俺ランシドとかマイケル・ムーアとかそうだよ、うん、もうなんか一言だけ欲しいみたいな、うん、一言だけ欲しい人っているよね。がっつり飲みたいとかじゃなくて。宇多田ヒカルか、宇多田ヒカルどんな人なんだろう。コッコとか俺そうかな、コッコ様でいてほしい。グリーンデーはねめちゃめちゃなんか飲み行こうよって言ってくれそうな気がするティム・アームストロング、ビリー・ジョー・アームストロングか、ガンズのアクセルか。いや俺ビリー・ジョー・アームストロングは結構そのまま「ヘイ」っつってそのままバーとかパブとか入りそうな気がするんだけど。あ吉井さんはそうだな、確かにな。でもミュージシャンがその雰囲気持ってるねやっぱりね。嘘、新幹線の中でクラプトン見たの嘘でしょ、それは気絶するわ。嘘でしょってなるね。あそれはすごいね、エリック・クラプトンでしょ。あそれはすごいな。新幹線って意外と穴場だよね、芸能人見つけるね。新幹線は穴場だよね。でもまあね、たかだか日本の人口なんかな、
1億3000万人しかいないわけだから。松本零士か。すげえ、なんかすげえわかる気がする。松本零士は俺ね、高田先生に会った時、高田純次先生に会った時は先生って言っちゃったね。駅前でその30人ぐらいロケクルー抱えて、撮影はしなかったんだけど、高田純次がこう前から歩いた時に先生おはようございますって言ったら爆笑してたよ。 おはようって高田純次が言った後にクルーが爆笑してた。うん、高田純次先生は感動しない？俺らの世代だと。翔平、うん、いや高田純次先生でしょ。俺先生って言っちゃったもん、本音で。パッて出てきたよ、うわって。先生おはようございますって。うん、灘たけしの番組なのかな、わかんないけど、中野坂上にいた。あとびっくりしたのが、なんかざわついてるんだよ。帽子深くかぶった本当の美人が、マネージャーさんともう一人の打ち合わせスタッフみたいなので、一人異常に可愛い、もう俺ね、こんなに可愛い子見たことないっていう子を見たので、可愛くてみんな見てるの。可愛くてみんな、わあの子可愛くねみたいな、何あの美人ってなかなか見ないじゃん現代で。でざわついてて、うわ可愛い子だなと思って、誰だろうと思ったら、その子なんか立ち止まって打ち合わせ始めたの、俺のタバコ吸ってる前で、もう本当に2メーター先ぐらいで。でパッてよく見たら、あの能年なんだっけ、のんだった。あーもうぶっ飛んで美人だ、美人っていうかね、可愛いっていうか、びっくりしたよ。いや騒ぎにはならないでしょ。さんまさんは六本木で働いてる時、さんまさん毎晩飲んでるの、六本木で毎晩だから、噂はねすごく聞いて、キャバ嬢たちも飲んだことあるのよ、六本木のキャバ嬢。ずーっと喋ってるって、さんまさんはキャバ嬢相手にずーっと喋ってるんだって。びっくりするらしいよ。あー辰吉か。俺の上の世代はもう神だろうね、辰吉は。俺がね、辰吉さん被ってないから、辰吉さんがよくわからないんだけど、たけしに六本木の交差点でコマネチ、すげえな、ファンサービスだね。うわかっこいいかっこいいかっこいい。駐車場で中なんだっけ、 A ちゃんに会って、いつも車内で聞いてますって言ったら、事故るなよって、事故るなよって言ったんだろうね。かっこいい、返しがかっこいいな。事故るなよはかっこいいね。何それ、スターだよね。 A ちゃんはスター。この返しできないもん。俺もじゃあ言おう、運転中和道さんの放送を聞いてますって言ってた、事故るな。大泉洋の子供と同じとこ行ってる。あー大泉洋か、大泉洋。いや大泉洋はなんかね、道民が愛しすぎてる感じが俺あんまり好きじゃないの。これね、多分ね、北海道民以外だったらわかると思うの。北海道のやつは大泉を囲いすぎじゃない？あと水曜どうでしょうを持ち上げすぎてる感じがすんの。水曜どうでしょうってそういう番組じゃないのに、なんか俺道民の悪い癖だと思うんだよな、あの大泉洋とあの水曜どうでしょう異常に神格化してるの。面白い番組なんだけど、あの北海道民のあのプレッシャーで面白くなくなるんだよね。あもう何を言うかじゃなくて誰が言うかだと思うよ、本当に。何を着てるかじゃなくて誰が着てるか、何を歌うかじゃなくて誰が歌ってんのか、うん、本当にそうだと思う。東中野にいたんだ。俺はね、中野坂上で見た。テリトリーなのかなこの辺が、うん、昨日のビンゴで10万当たったの、マジでおめでとう、すげえな。うん、
こんにちは。他の地方のファンが大泉のファンなの。なんか友達になりたい芸能人、友達になりたい、友達が必要ないっていう派なの俺は。友達いらないっていう人なのね。だけど飲んでみたい人とかこってり話してみたい人はいるかな。もうとことん話してみたい人はいる。とことんとことん話してみたい人はいる。三輪明宏さんとか三輪明宏さんと2人で5時間話し合いたいね。絶対面白いでしょ絶対面白いでしょ。本当にはのダメね、あなた本当にそういうとこダメね。はい、暗い服を着てるとオーラが淀むのよ。はい、すいません。5時間聞けるよね。A ちゃんのコンサート前のホテルスイート取れなくてマネージャーに言った言葉、俺はいいけど矢沢はどうかな。トニーポンタナって誰だろう。知らないっすね。トニーポンタナさんわかんない。あー、エビゾーか。エビゾーかっこいいよね。あ、俺ね、シルベスタ・スターローンを見たことがあるんだけど、俺ね、びっくりしたの。あの、ほら、歌舞伎でやってたでしょ。歌舞伎でお店やってる時に夜中ですよ。夜中買い出してガチャって言った、開けたら、ドレさんよりも二回りぐらいでかい外人が、パーカーを着て、走ってるの。で、後ろに、その屈強な、スタロンよりも一回りぐらい小さい屈強なスパーリングパートナーみたいなやつが6人ぐらいの集団でこう走ってたの、小走りに。スタロンだよ。俺こんなことあるって思って笑っちゃって、すぐ店に戻ってスタロンそうさ、普通の普段着で飲み歩いてる感じじゃないのよ。もうザ・スタロンなの。いや、本当に、フードかぶって、なんつうの、パーカーのフードかぶって、ジャージで、俺、こんなシチュエーションあるの、撮影かなと思ったもん。ホイットニー・ヒューストン見たんだ、すごいね。三輪明宏さんの車、あの、クラシックカーじゃなかったっけ？すっごいレトロな車だよね。はい、ワードツー。あー、指一本ね。千代の富士、あースーパースターだよな。そう、想像を超えてるの。もう映画なの、本当に。リアルロッキーだよリアルロッキー。御徒町のガールズバーである芸能人にお兄ちゃん面白いなって話しかけられて奢ってもらった。御徒町のガールズバーである芸能人、そのある芸能人で成立するトークなのにそのある芸能人が誰だか分かんなかったらこのトーク成立しないのに、そこ隠すの。136号さん、そこを隠す。普通さ、ある芸能人のところじゃなくて御徒町のを隠すか、ガールズバーを飲み屋に変えるか、御徒町が都内に変えるかとかなんだよそう、芸能人が誰なのかっていうトークが一番重要なところなんだよ。なんだろうね、面白いね。あ、ガクトは絶対かっこいいと思う。ガクトは絶対かっこいいと思う。大林素子か代々木公園の歩道で事件間もないサムラゴーチを見た。あー、いい。あ、いい、いいね。代々木公園の歩道で事件後のサムラゴーチは最高だね。
当たりだね、大当たりだね。うん、あ、それはいいわ。それはいいな。それはごめん、サムラゴーズさんには申し訳ないけど、俺は盗撮するね。パシャだね、俺は。うん、俺はすごい、最高ですね。うん、ガクト実物細い。あ、まあまあ、そうだろうね。うん。普通にタクシー待ちしてた。あ、イチローか。イチローってでも、オリックス時代なんかスター性なかったよね。なんかアイドルみたいだったよね。無理してツンデレしちゃうんだ。落合さん見てビリビリきた。死んだ？誰が死んだ？誰が死んだの？いきなり死んだ、死んだって言われたもん。俺はコンビニで、和道を見たことある。あ、あるんだ。どうだった？コンビニの和道。何買ってたんだろう。俺は大体タバコか。どこのコンビニだろう。シャラポワは綺麗だろうね。うん、俺でもあれだよ、これ本当のマジの話だよ。何、なんつうんだっけ、インターっていうんだっけ、なんていうんだっけ、のんちゃん、高速のご飯食べるとこなんていうの、インターっていうの、のんちゃん、インターっていうの、実物の方がかっこいいってね言ってくれるんですよ、みんな。サービスエリアか、サービスエリアで俺がご飯頼みに行って、のんちゃんが座ってたら、のんちゃんがナンパされてたことあるよ。帰ってきたら、のりこの横に男が口説いてたことあるよ。うん、サービスエリアで。のんちゃんナンパされてて、くっそ笑ったね。ナンパしてたの、のんちゃんなんだけど。うん、ナンパしてたの、のんちゃん。うん、ティロフィナーレ香川見たことある。顎が出すぎててもう少しで当たりそうになった。ティロフィナーレ香川さん、しゃくれじゃないけどね。いや、ほんとだよ。これほんとだよ。嘘じゃないよ。これほんとだよ。サービスエリアでファーってご飯買いに行って、ファッと戻ったら、でっかいおっさんがのりこにこうやって肩組んでて、向こうで俺とランチ食おうよとか言ってて、のんちゃんは食べないとか言ってて、のんちゃんは和道さんがいるんだとか言って、のりことか言って、のりこ俺と飯食おうよとか言って、何やってんのつって。あれ面白かったね。何やってんのドレさんつって。偶然企画のフットサルの時に、みやびさんとかの車でドレさんは来てて、偶然鉢あったの。昔にミリオンヒットしたシンガーソングライターだから名前は伏せた。ああ、うん。しゃくれてるかな。そんなにしゃくれてない印象だけどな。勝又さん、椎名桔平か。あ、野田通りはめちゃくちゃでかいよ。野田通りはめちゃくちゃでかい。石川の竜家もでっかいよ。野田通りと石川の竜家は2台でかいよ。で、野田通りのでかさは本当に規格外だよ。めちゃくちゃでかいよ。握手を断られたんだ。カズ軍曹は、まあ、ちょいでかいぐらい。もう野田通りは圧倒的にでかい、石川の竜と。カズ軍曹は、
ちょいでかい、170多分5以上、8未満とか、多分178とかじゃないの。ロハコさんと野田総理どっちがでかいんだっけな。あのね、ロハコさんのでかさは俺のインスタグラム見たらわかるよ。えっていうぐらいでかい。あのもう本当に巨神兵って呼ばれるのわかるもん。うん、のりゆきさんでっかいよね。俺出るよ、セゴロ。出る出る。あ、さだが、さださんが一番でかいね。うん、さださんのでかさは規格外だね。ただまあひょろいんだよね、さださんは。うん。で、ロハコさんはでかい。なんだろう、プロレスラーみたいだよ、ロハコさんは。で、あのキャラクターだから。俺、本当にロハコさん、150センチぐらいの小さいおじさんだと思ってたの。本当に勝手に。初めて会った時、もうね、違うんだよ。初めて会った時っていうか、もう10回、20回ぐらい会ったことあるんだけど、毎回笑っちゃうの。見た時に。でかすぎて。本当に。でかすぎて笑う。ロハコさんの体型でか、ねえ、何なんだろうね、あれは。あのね、その死んだとかやめてくんない、不謹慎だから。俺そういうのすごい気分悪いから、しつこい。うん、いや、だからロハコさん、ここは僕ん家だぞって言った時、全員で押さえてたけど、すごかったじゃん。野田総理と俺とみんなで羽交い締めして止めて、ちょっと待ってろ、今すごい力が湧いてくるからっつったけど、あれすごかったよ本当に。うん、あれめちゃめちゃすごかったよ。あれ面白かったな。鮫島さんを殴り殺そうとしてたかって。なかなかだよな。パワー系池沼。うん、糖質持ってる。昔は窓に向かって総務省に文句言ってた。ロハコさんは糖質あるだろうね。軽い感じであるだろうね。あると思うよ。初見さんいらっしゃい。あのさ、その同じことをコメントで繰り返すやつ何なの？俺お前と会話してるわけじゃねえから。あのさ、空気読もうよ。150人でさ、そのくだらねえさ、お前のさ、面白くもなんともない不愉快にしかさせないコメントをさ、何回も書かれてもさ、あの無視されたっていうことは面白くないっていうことをさ、考えろよ。ちょっとはうざい。うん、正直うざいわ。うん、なんでお前のコメントを拾うまでお前は連投し続けるんだよ。うぜえよ本当に。気分が悪いよ。空気読んで。お前の場ではないから、ここは。空気読もうね。いや、リアルでもこんなんなんだろうね。
いや、またハゲたよ。悪いのかよ。ハゲるよ。そう、自己主張したい人は配信やりな。自己主張やりたかったら配信やりな。はい、ワードツ。いや、イライラするだろう。注意しねえとわかんねえんだって、こういうのは。プッシュから来てくれたの？あ、珍しい。ありがとうございます。プッシュからありがとう。珍しいね。落ちた落ちた。仕事してますよ。はい。ドレさん、最近話し方おかしくない？いや、もともとおかしかったけど、さらにひどくなった感じはするよね。いや、仕事中ですけど、今。なんだろうね、最近プッシュ法、プッシュ法って言うよね。丸メガネかけようか。あるよ。丸メガネ、ずっと丸メガネだったんだよ、俺は。似合う。ドレさん、ジム行ってるでしょ。あの人はジム行かないと不安になるタイプだから。ずっとトレーニングしてたいタイプなんだよ。似合う。丸メガネの方が好き。もうね、これ度数合ってないからね、色入れたいんだよ。色、前はね、色入れたメガネだったんだけど、丸メガネだったんだけど、色抜いちゃったんだよね。色入れようかな、レンズ変えて。ドレさん配信しないで大丈夫なの？いや、俺ドレさんじゃねえかんな俺に聞くなよ。なんで俺にドレさんのこと聞くの？あー、まあまあまあ、格闘技やってんだからしょうがねえだろう。差し支えなければお仕事教えてください。え、なんで俺があなたに仕事、俺の仕事教えないといけないの差し支えなければって。なんか得あるんすか、僕に。得あります？153号さん、じゃああなたの仕事教えてくださいよ、まず。それが礼儀なんじゃないのねえ。なんで俺だけあなたに仕事を教えないといけないの？俺別にあなたの仕事興味ないですよ。でも、その、相手から何かを聞くんだったら、まず自分から名乗るのが社会人として普通なんじゃないですか？はい、こんにちは。ドレさん、俺の家に来たことないね。なんで俺が仕事がどうとか言わないといけないの？看護師？僕、配信者ですけど。なんですか？プッシュ法って何？私は伊藤忠商事。めちゃめちゃいいところ勤めてんじゃん。何なんだろうね。2位とかさよならだって。出会い中でしょ。ブスな看護師がよ、ネットでナンパか。恥を知れ恥を。働いてるやつなんかいねえよ、配信者に、バーカ。おめえみてえなブスな看護師は一生、あれだよ、結婚できねえよ。消えろ。ギター弾いてるよ、最近。昨日ネック直した。いや、終わってるだろ、私は看護師ですって。2位とかさよならって。人妻って響きいいよね。私は会社経営していて、バツ4で養育費貧乏です、まあでも子供にお金使うのは真っ当な金の使い方でしょ。
いいね。僕は報道関係です。かっこ新聞配達って。これは面白いね。 新聞配達員で、ね、仕事何言ってた？報道関係って答えるんだ。 ずるいな、ちょっとな。あー、いいね。土地持ちで不労所得か。羨ましいな。うわー、羨ましいな。これがさ、一番俺勝ち組だと思うの、日本で。FX とか株とかで数億儲けたところでストレスが半端じゃないのよ。いつゼロになるか分かんないわけじゃん。だけど、今の日本で土地持ちで不労所得で生きてる人って本当の勝ち組だと思うよ。いいな。俺は評論家ではないかな。学生いいじゃないか。夢があるじゃん。頑張ってね。プッシュも適当。和藤さんがプッシュのマイページを確認するとコードが書いてある。俺がプッシュを確認すればいいの？ああ、ダメだ。ダウンロード消しちゃったから。よくわかんない、プッシュが。マンション建てるかっつうかね、ずるいよね。保険の営業って金融なの？あ、金融か。あれなんだよね。アコムじゃなくて、どこだっけな。どっかの保険会社が結構フリーで雇ってて、給料いいんだよね。30万ぐらい。どこだったっけな。外資系のでっかいところ。30万ぐらい2年間保証されるんだけど、フリーでやってたもんね。ま、先輩ね、600万とか700万年収あったもん。マンション経営大変か？いや、だからね、大変のね、知的労働じゃん。空き家対策っつっても、だから金が金を生む仕組みじゃん。どこの業者に金をかけて頼むかっていう戦略的なゲームじゃん。もうそうね、要はお金がお金を転がす仕事をやってる人の大変さっていうのは、もう特権階級の悩みだからね。いや、俺、Google の本社見たことあるんだけど、行ったことないでしょ、みんな。ある？ Google の本社、俺、実は一回入ったことあるのよ。びっくりするよ。みんな私服で自由な感じで。カフェなの、ただの。もうエントランスが。Google って書いてあって。カフェだよ。で、ドリンク、冷蔵庫があって、何飲みますみたいな。受付の人が好きなのもご自由に、みたいな。コカ・コーラとか、ブワーって入ってて。すごいよ。Google は、もうなんか、すごい。俺、Google 超いいなと思ったもん。超自由だよ。給料いいよね、保険営業はね。アメリカンファミリーじゃなくて、すごい有名なところ。なんだっけ？いやー、俺はもう働くっていうのはもう無理だと思うよ、普通の働くっていう概念はもう無理だと思う。もうだって、無理でしょ。すごいよね、Google はね。目がつく？目だったっけな？なんだっけ？アコム？アフラック？なんだっけ？一番でかいところ。スヌーピーのやつ。スヌーピーのやつなんだっけ？アフラック？どこだったっけな？忘れちゃったな。メットライフ生命じゃなくて、ロイズじゃなくて。メルリンチ。もう忘れちゃったな。アリコだっけな。なんかどっかに勤めてたね。ソニーじゃない。外資外資。コーラックじゃない。め。アリコ。アコム。アコムは違うな。なんか忘れちゃった。アクサだっけな。メットライフアリコだ。それだ。日本生命は外資じゃないでしょ。メットライフか。メットライフアリコか。
そこがすごい給料良かったね。実力がある人だったら年収1000万超えるよ。まあでもその人優秀な営業マンだったかな。あのさ、保険とかってさ、貧乏人はさ、貧乏人には関係ないんだけどさ、外資のさ、やつって金利がつくの知ってる？俺、意味がわかんないと思ったけど、金融なんだよね、保険って。要は、高学者向けの保険って、まあ、外資だから為替リスクはあるんだけれども、お金を積み立てて、要は全額返ってくるんだよ、満期になったら。その時、利子付きで返ってくるの。保険としての機能が充実してながら。クレーム対応っつうか、まあ、あれでしょ。事故が起きた時にどうするのかでしょ。そう。だから、金融商品として売り出してる、でっかい金持ちにバンって投資してもらうと、すっげえ給料跳ね上がるの。もう完全実力社会で、その時聞いたのは2年間は32万ぐらいの給料保証するんだけど、そこから必ず独立するの。独立費とかも全部出してくれるんだけど、だけど、そこでダメだったらもう給料ゼロ。日本保険レディーはダメよ、あれは。そう。俺は友達いらないかな、正直。なんか、友達が多ければ多いほど、かわいそうに見えるの。なんか、年齢が高くなってて、友達多いのを自慢してる人って、俺、バカだと思ってて。友達100人できるかなっていう思想が大っ嫌いの、そもそも。友達が多いってことは自立ができてないってことだと思うから。友達なんだよねっていうトーク、俺ヘドが出るんだよね。あとね、俺は本当に友達だったら誰々友達とか言わないのが普通だと思う。それが普通の感覚だと思ってる。ああ、保険入らせるだけ入らせて自分辞めるやつは最低だよね。そう、深く話せる人がいたらいいと思ってるよ。だし、俺は配信者っていう不特定の多数の人を相手にしてるビジネスをしてるわけだから、友達がいたらダメだっていうふうに俺は決めてる。1億あったら何する？1億あったら何しようかな。世界中回るかな。まず絶対やることは世界中のんちゃんと回るね。全世界旅する。まずやることは。で、見聞を広めるかな。とにかく世界中回るね。あ、歯だね。歯の治療はやりたいね。それは後でいいや。幼馴染と連絡取ってる人一人もいないかな。親とすら連絡取らねえような人だからな。とにかく1000万でも世界回れるからな。1億じゃなくても回るかな。とにかく世界回るかな。だって俺はのりこと一緒に生きてんだよ。都内に家買う。都内に住みたい？田舎の方がいいよ。都内に住まない方がいいと思うよ。あ、あとはまあ表参道に多分シルバーのショップ作るかな。バックパッカーってわけじゃなくて、いや、高級ホテルに泊まるでしょ。スイートルームに泊まって配信するよ。例えばじゃあ今日10万手に入ったら、スイートルームを借りて、スイートルームから配信するね。今日10万手に入ったら。10万遊んで来れる国たくさんある。あ、まああるだろうね。いや、都内すごいよね、駅。5分歩いたら駅にぶつかるんだもん。おはよう。
10億あるなら都内もいいが、あ、無理だろうね。そうだね。10億が基準だろうね、東京は。北朝鮮、まあ入れない国はしょうがないけど。北朝鮮別にでもルートあるよ、入れる。4、50万ぐらいで入れるんだ。東京駅作りすぎっつうかね、人口が密集しすぎっていうか、なんかね、東京に集まりすぎな気がする。もっとね、千葉、埼玉、神奈川ぐらいの規模で東京をバーって広めるべきだったと思ってる。なんかもうサイバーパンクっていうか、詰め込みすぎ、東京は。詰め込みすぎ。もっとね、その4県ぐらいの大きさで東京ってやった方が良かったと思う。いいよ。じゃあ花火が10万円分上がったらパークハイアットでスイートルームで配信やろうか。嫌 なやつだよ。そういう配信者いないよね。パークハイアットから配信してみようか。知ってるやつが亡くなったら寂しいけどね。そりゃそうでしょ。北京経由だったっけな。北京経由だったかな。中国またがないといけないんだよね、一回。長野か北海道か。そうなんだよね。これ危ないんだよな、東京に集中させるのね。もっと分散化した方がいいと思うんだけどな。それこそ大阪にもっと権力を渡していいと思うよ。なんかの。パークハイアット古い？リッツ・カールトン？俺は和道を地元の連れ感覚で見てる。俺ね、それやめてほしいわ。たまにいるんだけど、すっげえ、リア突したときにすっげえ馴れ馴れしいやつがいるの。あのね、もう行ってやりたくなるんだよ。すっげえ馴れ馴れしい、なんか同い年ぐらいのやついるんだけど、他人。俺からしたら他人。ほんとびっくりすんの、ギャップに。はじめまして、みたいな感覚のこっちは。どうもーってやってるのに、すげえガンガン来るの。やだ俺。温度差半端じゃないよ。温度差半端じゃない。ドバイの5つ星スイートルームで配信？いやー、100万じゃ効かないでしょ。いや、超慣れ慣れしい感じ。正直めちゃくちゃうざいよ。正直めちゃくちゃうざい。ああ、地下空洞説ね。礼儀正しいっていうか、普通だと思うよ。普通だと思うよ。凡人だよ、俺は。凡人。いや、俺は楽しくないの。俺はだから、子供の頃からコミュ障な、意外とコミュ障なんだよ、俺。コミュニケーション能力高く見えるでしょ、勝手に。俺、すっげえ人間嫌いなのね。すっげえ人間嫌いの。だから、なんかね、慣れ慣れしくされるとね、腹が立ってくんだよ。これ、わかる人いる？なんかね、慣れ慣れしくされると腹が立ってくんの、本当に。すげえ、何なの、こいつって気持ちになるの。俺、一人ぼっちタイプだった。すげえやだ。配信者同士、そうだね。そういう人多いね。敬語使わない人。あ、俺、気難しいよ。サラリーマン的な会話っつうよりも、こっち側に、俺の心に入ってこないでっていう。そう。俺、なるべく一人、特定の仲のいい人とだけ腹を割って話したいタイプなの。
別にあなたと仲良くなりたくないですっていうオーラはすっごい張るよ俺。ああ大丈夫ですって。ノーテンキュー、ノーテンキュー、ノーテンキューってずっとやる。そう、パーソナルスペースに、すっごいパーソナルスペース広いから俺は。入ってこないでほしい。血液型 B。 いやあのね、いやいや、それね、165号さんが俺のコラボとか見てないからだよ。俺コラボいっつも端っこの方にいるからね。一ついいよ、いっつも俺端っこの方にいるよね、コラボなんかわちゃわちゃしてるとき、ずっと端っこの方でおとなしく座ってるよ、うん、そう、突者が一方的に俺のことを知ってるだけだから、うん、すげえビビる俺は、すげえやだ。ああぼっちが好きなのにね。ああすげえゾワッとした。おわどう頑張ってんじゃんみたいな。誰？何？やめて。怖いってなるの。で俺よりものんちゃんがそういうタイプなのに、あのカズ軍曹と鮫島さんが喧嘩した時にのんちゃんに絡んでくるジジイがいて、てめえのりこに触ったら殺すぞって言ったもん。のんちゃんは俺よりも人見知りなのにガン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 のんちゃんに絡むジジイがいて、あれは殺意湧いた。普通にぶっ飛ばそうかと思ったもん。酔っ払い嫌いなんだよな俺。リアルコミュ障な人多いね、配信者は。ツイキャスの人はそうでもないけど、しょうがないんだけど、あ、まあのんちゃん強いかんね。ドレさんは話しかけられたいんでしょ。うん、ドレさんは話しかけてほしいんだよ、そういうタイプだよ。俺は嫌だ、友達もいらない、そーっとしといてほしい、そーっと。あんでもその好意を持ってくれてるわけですよ、話しかけてくれる人は。それも無限にしたくないって複雑な気持ちなの。だからそういう時はもう俺はどういう顔するかって、俺 この顔したら俺嫌がってる時だから覚えといてみんな。この顔ね、この顔、これはもう心の壁だから俺の、はい、あ、は、あや、そう、はい、はい、ああそうっすかって、ああそうっすねって、この顔大体この顔するから俺、もう全力で拒否してる顔、この顔したらもう嫌いってことだから、もう大嫌いってことだから、そう、もうほっといてっていう顔だから。千葉スタイルの時の顔。あ、拳とかぶつける、なんかあのラッパーみたいな、こういうやつでしょ、メーンみたいな感じでしょ。あれは別になんか見てて楽しいけど、なんか楽しそうみたいな、やりたくはないけど、もうなんかいるじゃんこう。何あれっていう、あれは見ててなんか面白いよ君ってなる。ヒカルくんタイプ、ヒカルくん別に嫌な感じしないけどね。前振りではないかな。俺でもあのすっごい嫌なやつだから、どう超えてくると言うから。お互い嫌な感じになるよ、本気でズバッと言うよ、うん、何なのって普通に言うから。俺配信でたまにやるじゃん、お前俺嫌いだからって普通にやるじゃん、俺あのトーンで普通に行くよ、あごめんなさいって、関わりたくないっすって。多分すっげえ嫌な思いするから、あんまりズケズケ来ない方がいいと思うよ。本当にもう我慢の限界が来るとアスペ発動するから、ごめんなさいっつって、誰っすかって、何なんすかって、免許証のコピーくださいって普通にやるから。俺あんたのこと知らないんでって、関係ないっすよねって、
嬉しい時っつうかケタケタ笑ってる時は素の時だね。ケタケタやってる時は素の時、うん、その時は殴っていいですかって、いや殴ったら警察行くよ、うん、いや傷つくと思うよ、うん、解放は別に嫌な感じしないけどね、うん、解放は嫌な感じしないね、合ってて。厳しい厳しいって言われても俺の方が厳しいだろ、うん、なんかね優しい人が好きなの俺は。うん、優しい人が好き、うん、リスナーが勘違いっていうかね、もうこれしょうがないよ。だって2年も3年も見てんだもん。2年も3年も見てるからさ、俺は3年って一方的すぎるんだよ。普通の人間関係って3年間お互いの共有してるから楽しいわけじゃん。あんなことあったね、こんなことあったねって向こうはそのトーンで来るわけよ。ああ、ワードホーム3年前あんなことあったねって。俺は誰誰え誰ってなってるの。誰誰って怖くない？みんなだって怖いでしょ。全く知らない人にずっと3年間の思い出語られるんだよ。怖い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 ってなるでしょ。怖いよーって。怖い誰ってなるでしょ。知らない人に、何々さんですよねって。あ、何々さん、俺大好きなんですよーって。ねえって、あの時あんなことありましたよねって。怖いよーってなるでしょ。誰って。あなた誰ってなるでしょ。うん、いやだ、話しかけなきゃいいじゃん話しかけなきゃいいじゃん。もう怖いんだもん。好き爆発だよね、好き爆発。まあまあ代償だろうね、うん、あとキャスバーでよくあるシーンで、キャスバーであるシーン、おっさんがって言うの。俺を見ておっさんがはっはっって言って、隣の女の子が何誰知らないって言うの。このくだり俺好き。おっさん、いや和道くんだよ、和道くんだよって言って、何って、若い女の隣のお姉ちゃんが誰知らないって言って、和道って言った瞬間、あ、和道さんってなる。名前は噛んじゃった。名前は知ってるパターンで放送は見たことないけど、あ、悪いやつだっていう、あの時の顔好き。女の、若い女の、あいつね、みたいな。悪名高いやつね、みたいな。あれは結構好き。サンマは六本木で急に後ろからケツ蹴られたらナイスキックって返した。あ、まあまあ、プロだね。なんかね、あとね、黙ってるタイプが許されるタイプ羨ましいなと思う。野田総理とかはそのタイプなのよ。よっさんとかリア突された時にずーっと黙ってても成立するキャラクターってあんの。荒野とか光くんは許されないでしょ。光くんにリア突したら喋ってもらいたいでしょ。
わかる？俺もそのタイプだと思うの。喋らなきゃいけないタイプだと思うの。俺が黙ってたら多分嫌な感じみたいに言われるタイプだと思うの。それわかるでしょ？ヒカルくんが黙ってて、あ、どうもって言ってずっとこうやってやってたら、何こいつ嫌だって言われるタイプじゃん。テルは黙ってても許されるタイプ。テル、コウヤ、ヨッサン、野田総理とかは黙っててもリスナーが満足するタイプなんだよ。なんてだろう、キャラゾンだよな、キャラゾン。なんで怒ってるのってなっちゃうでしょ。そう、だから過剰接待をしないといけないんだよ、俺からすると。過剰接待、いいよなあ。いう黙ってて許されるキャラ羨ましいよな。そうイメージがあるから。しかもそのイメージって自分が作りたくて作ったわけじゃないからね。馴れ馴れしいやつが嫌いだね、嫌い。俺裏表ないタイプだと思うんだけど。俺裏表が異常にないタイプだよ。裏表がなさすぎてトラブルを起こしてるタイプだと俺は思うけど、裏表あるか俺。全くないよ。そう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 、反応に期待感、そうそうそう、羨ましいな、あのタイプいいなーって。超羨ましい。マスコット的なキャラクタータイプ羨ましいよ。まあ自分のこれまでの結果かもしれないけど。あ、でもね、やんちゃ系の人はね、意外とそういうことやらないわ。オラオラ系とかやんちゃ系の人っているでしょ。意外と、お、ワドン君頑張ってねみたいな爽やかな人多いの。絡む感じの人いなかった、言われてみれば。ちょっと見た目怖いようなお兄ちゃん系のね、不良系の人とか全然やかってこない。すごくいい人ばっかり。あ、距離感がつかめるんだ、そういう人は。なるほど、そう、すごい爽やかな距離感で話しかけてくれんの。なんでなんだろう。あ、そう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 、わかるわかる。いや、だから囲いがアンチになるっていうのはそういうことよ。アンチは囲いになるし、囲いはアンチになるって、その理論だよ。そう、囲われる。だからね、俺ね、テルの囲われ方っていつかひっくり返ったらやばいと思ってんの。あれはやばいよ。あれはやばい。いや、テレビ出てる人はもうやばいでしょ。プライベートなんかないでしょ。そう思うよ。全くないだろうね。もうストレス半端じゃないと思うよ。絶対そうだろうね。もう気が狂うでしょ。それはね、なんか精神薬バリ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 食べるでしょ。占いとかにはまるでしょ。霊能力とか。ねえ。嫌われてるぐらいっていうか、なんだろう、コメント欄で別に嫌われてる部分に関しては別に俺は構わない。俺が不愉快になるのは嫌われてることは構わないんだけど、なんつうんだろう、その、なんていうのかな、浅ましさとか人間の、そういうのを見て不快になることが多い。アンチコメントに聞いてるわけじゃなくて、俺自身が聞いてるわけじゃなくて、その人間の浅ましさとかを見て、なんかもう、なんつうの、不快に思うっていう感覚の方が強いね。メガホンありがとう。アイテムありがとう。メガホンありがとうね。
おはようございます。なんかアンチ属性の人ってアンチはさ、自分のことを肯定したがるじゃん。アンチは正しいんだ、アンチがいないとどうなんだとか言うけど、なんだろう、アンチの人と何人も会ってきたけれども、かっこいい人を一人も見たことがないの。これは本当に。だから自分のこと棚に上げすぎじゃねえかこいつっていうのはある。おはようございます。いや、どういう顔ってきついよ、本当に。きついよ。テルはね、だけどね、別に通常の配信者に戻ることができるっていう自信があるんだと思う、テルは。バガありがとう。ハートありがとう。テルはね、多分ね、あるんだよ。俺はアイドルだけじゃねえぞっていうのどっかにあるんだと思う。だからね、自信があるから、そのああいうスタイルでできるんだと思うよ。テロは俺全然キラッコ目がなくなっても戻れるっていう自信みたいなの伝わってくるもん。ああ、元いじめられっ子がネットでアンチ活動をやってるってことか。職場とかでもそうだけど、厳しいやつほど見習うところは多い。アンチも似たようなところがある。病気だよ、病気。それ医者の前で話してごらん。統合失調症って言われるよ。病気だよ、君。アンチは自分に余裕がないから他人を愚弄して心の穴を埋めたがる。埋まらないんだよ。いつ気づくんだろうっていうのは思ってるかな。埋まらないんだよ。次の渇望して穴がでかくなって、どんどん人のこと叩くループだから。ハートありがとう。だからかわいそうだよ、ちょっと。だからずーっと人のこと否定してないと生きていけなくなるんだと思うよ。もったいねえよな。40ぐらいのおっさん多いね。いや、なんだろうね、アンチって。アンチに聞いて。だって俺のさ、こと嫌いな理由はさ、俺はわからないんだもん。女性はそういうひどいことしない。女性は結構見抜くから、その人の本質を。女の人で俺のこと叩いてるのあんまりいない。同性ばっかり。女性は本当によくしてくれるよ。あのね、女性って感覚がいいから、本能がいいから、本当に生理的に無理な相手とか叩いたり、本当に性根の悪いやつは叩くけど、俺女性から叩かれないもん。ありがとう。ハートありがとう。男から多い。なんだろうね、なんで俺のことはアンチしてもいいっていう暗黙の、なんかね、ここは OK みたいなところあるよね。何なんだろうね。窓は叩いてもいいみたいな風潮、よくわかんないんだけど。フグちゃんも叩かれやすい。ねえ。
いや、俺ね、アンチの人がね、じゃあね、俺と枠変わって叩かれるのを1時間やったら、多分、ヒー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 ってなると思うよ。本当にぶっ壊れると思うよ。俺が普段受けてるストレス、4時間なんか耐えられないよ。1時間ここに座って、この量のアンチコメント、昨日みたいなアンチコメント読むと、多分ぶっ壊れると思うよ。泡吹いて倒れると思うよ。絶対保証する。だからね、やられてないからできるんだよ。あ、ツバニャンは女に嫌われてんだよ。そうだよ、ツバニャンは男が男に嫌われてるんじゃないよ。全員ツバニャンのアンチは女だよ。正解だよ、それ。正解、正解。だからツバニャンの叩かれ方と俺の叩かれ方違うもん。キューちゃんのはもう、なんつうんだろう、あれはもう、なんだろうな キューちゃんのは果たしてアンチなのかっていう問題があるから、キューちゃん牧師はもう、なんだろう、あれは何なんだろうね、あれは。なんか カルト教団っていうか、なんだろう、あれはもうまた別枠でしょ。ツバニャンと俺がコラボしたら、多分とんでもないことになると思うよ。とんでもないことになると思うよ。特に俺とツバニャンが喧嘩するような対談枠みたいになったら、お互い花火爆上がりだろうね。和道アンチは金持ってねえかんな。多分ツバニャンの女の人全部引っこ抜く自信あるよ。トツいいよ。かけてきな。134号トツすんならかけてきな。メガホンありがとう。なんだろうね、あれ、キューちゃん牧師はまた別枠でしょ、別カテゴリーでしょ。ツバニャンとコラボしても、俺の好感度は下がることはないだろうね。俺の一人勝ちだと思うよ。だって俺、ツバニャンの心折ることできるもん 俺、絶対、これで、ツバニャンの心折ることできるから。株超上がると思うよ。ノート PC。そうだね。興味持たれないことっつうか、まあ、関心なくなったら終わりだと思ってるけど。キューちゃんの放送はなんかすごいよね。伝統芸能だよね。いやね、誰かツバニャンとつながってる人ブッキングしてよ。ブッキング。誰か頼むわ。アンチが一番多いのは俺、ツバニャン、ドレさんの、今三つどもえじゃない？俺、ツバニャン、ドレさんじゃ。ドレさんが男に叩かれ、男っていうかね、ドレさんはね、ドレさんは女にも男にも叩かれてるから厄介だよ。ドレさんの、もうね、ドレさんの ところはすごくて、ほぼ敵だらけなの。ね、本当に好きな人もいるの、ドレさんのことが。だけどね、守りようがねえよっつって、もうカタカタ震えてる感じなの 囲いの人が震えてるの。もうドレさん無理だよ、守れないよっつって、どうしようっつって、数が多すぎるっつって ドレさんはすごいね、今ね。ツバニャンはでも囲いが強いから、花火師もいるし、囲いが強いからなんとかなるんだよ。だからドレさんのところは囲いが弱いから もう無理ですってなってんの。でもその武将が戦おうとするから、もう兵力が足りませんって、もう財政なんですっていろいろ言われてるのに、もうドレさんが一人で戦おうとするから、もう止めらんないんだよね。だから凸かけりゃいいじゃん。すごいな、かけてこいっつってんじゃん。いや、そうだよ。監視してるアンチの数も多いんだよ。いや、ドレさんすごいよな。あれ、呂布だよ、呂布。配信会の呂布だよ。和平を結んでは裏切って。
和平を結んでは、首を取って一人で戦う呂布だよ、呂布。一騎当選タイプだね。ドレ無双だね、ドレ無双。俺はそうかな。俺意外と味方多いからな。意外と。俺は誰に当たる？え、俺誰なんだろう。なんか、パッとしない武将じゃない？ パッとしない。諸葛亮孔明なんか英雄じゃねえかよ、お前。あ、諸葛亮か。孔明じゃないか。諸葛亮はめちゃめちゃ優秀でしょ。俺はあれだよ、足軽だよ、足軽。ありがとう、47号さん。和道くんには投資する価値がありそうだ。花火待ってまーす。超運。ドレさん終わったのかな？今日トツ来ないね、誰からもね。今日はトツじゃない日なんだよ。でもさ、俺さ、なんかこれ言っちゃいけないかもしれないんだけど、ドレさん、マッハ祭りなくなったの確定したっぽくない？なんか、雰囲気的にだよ。空気的にマッハ祭りなくなったよね、多分。それ気づいてる？みんなも。ドレさんが休んだじゃん。俺ね、マッハ祭りなくなったよね、これ。断られたっていうよりも、なんか、龍彦のディスとか、原田さんとアメリカ人の、前回の説教で、ドレさんの心が折れた感じがした。いや、言っちゃうっつうか、なんかもう修復不可能だと思って。ほんとドレさん不器用だよね。そう、トム池で行こうみたいな空気も感じるし。マッハ祭りと捨て頃の対抗戦？何それ？なんか、ちょっと不器用すぎてかわいそうになってきてる。あ、これや、ダメなやつ。C のやつ。呼ばれるかな？いや、ドレさんプライド高いかな。どうなんだろう。あ、フォローありがとう。フォローありがとう。あ、これ言っちゃいけないやつだったの。ごめんごめん。これ言っちゃダメなやつか。トム池のスパーを持ち上げてるの正直言って気持ち悪い。はっきり個人的な感想よ。なんかトム池は根性ある、トム池はすごいみたいな、あの風潮をはっきり言って、気持ち悪い。なんか俺はあれ見てて、なんか変な違和感がある。何あれ？何のキャンペーンの？え、みんなは思わない？いや、トム・ソーヤ池上が頑張ってるのはわかるよ。だけど、無理して全員で、トム池はすごいみたいな。なんか俺は微妙。メガホンありがとう。俺は正直なんか、何このノリみたいな。何が面白くなるのっていう。メガホンありがとう。いや、普通に頑張ってるは頑張ってるでいいと思うんだけど、いや、嫉妬っていうか、なんでみんながよいしょしてるの？トム・ソーヤ池上をっていう。そう。あれはよくわかんないね。それは、リスナーさんが言うことなんじゃないの？っていう。いや、トム・ソーヤ池上頑張ってるねっていうのはリスナーさんが言うことであって、なんで内輪の配信者がそれを言うんだろうっていう。いや、頑張ってるとは思うけど、あれはなんかよくわかんないな、あの風潮は。いや、だから、そうそう、格闘家たちが池上さんを気に入ってるっていうのはわかるけ
けどね、っていうのは思うかな、なんか慣れ合いに見える、今毎日通うなんか当たり前じゃん、まあまあまあお気に入りなんだろうね、そうそう、掃除したり道場に通って努力するのは当たり前だろうっていう、そうそう、見下してる感じがするんだよね、なんかトム・ソーヤはダメなやつだっていうレッテルを貼ってる気がして、かわいそうな気がするの、こいつはダメなやつが前提でダメなやつが努力してるんだみたいな、あれかわいそうじゃない、なんかよくわかんねえわ、なんかそう、あのね、ヤンキー、元ヤンキーのやつがちょっといいことをすると100点もらえるみたいな理論に似てると思ってて、ダメなやつがちょっと頑張るとすげえ感動するって、感動ポルノみたいな感じがして、俺はすげえ嫌なの、そう、感動ポルノみたいな感じがして、いや池上普通に頑張ってるけど、なんだろう、いやいや普通の感想よ俺。だからタイムシフト見てみたんだよ俺、みんながあんだけ褒めるから、俺は普通にそう思うよ、だからなんだろう、普通にすりゃいいのにっていう、まあ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 、俺はあんまりそれよりも前回のクモン流と戦ったペニーさんの方が普通にかっこよくなかった？あれは普通に良かったでしょ？あれ、あっちの方が全然かっこよくなかった？あっちの方がいいよね。ペニーさんの格闘技めちゃめちゃ良かったよね。あっちの方が評価をされるべきだと思う。あんまり言うと嫉妬に嫉妬をする必要がなくない？別に。なんで俺がトム・ソーヤ池上さんに嫉妬をすんの？ダメ人間の代表じゃねえよ。何かってダメ人間の代表にレッテル貼ってんだよ。なんで俺のことダメ人間代表にしてんだよ。やめてくれよ。いやだから俺はそういう会社とかグループのそういう政治的なやつ気持ち悪いっていう嫌悪感があるの、もともと。そう、なんかその上司に媚び売ってるサラリーマンとか見るとダッサって思うからこういうことやってるわけよ。だから多分それが嫌いなんだと思う。もともとそういう風潮が嫌いなの。だからまあ社会っていうかそういうグル慣れ合いっていうかそういうグループ活動が苦手だからね俺は。グループ活動が苦手、結果こじるだけのダメ人間って何、何それ、まあ下げる、頭下げたくねえからこういうことやってるわけだからな、
いや、愛されキャラなのはいいんだよ。俺はトム・ソーイ池上さん愛されキャラなのを知ってるんだけど、なんか、なんつうんだろう。トム・ソーイや池上はすごいみたいなのがよくわかんない。ああ、そうだね。俺よく言われる。ワンピースで言ったらゾロって言われる。俺は小学生の頃から言われてたね。ゾロっぽいって。わかる。いや、だからその池上を持ち上げたら面白いじゃんっていうのが、いじめの構造にすごく似てる気がするんだよね。いや、ワンピースはね、小6の頃。俺が小6の頃始まった、連載が。ドラゴンボールで言ったら、まあベジータだよね。ベジータ。まあベジータっつうか、まあトランクス。スラムダンクで言うとこのルカワくん。ハンター×ハンターで言うとこの、キルア。幽遊白書で言ったらヒエ。しょうがないウソップ。ただの嘘つきじゃん。ナルトで言ったらサスケ。あ、ピッコロいいね。ピッコロポジションはいいね。ピッコロかっこよすぎるよな、ちょっとな。ピッコロいいな。まあ主役タイプじゃないね。ただ人気投票ナンバーワンタイプだね。誰が天空ペケ事件だよ、お前。やめとけ。ミスターサタンかっこよかったじゃん。ミスターサタンいいポジションでしょ。あの魔人ブーを抑え込んだんだよ。 あの魔人、手に負えない魔人ブーを抑え込んだのミスターサタンだからね。あ、ありがたいですね。稼がせていただいてますよ、本当に。花火ちょうだい、花火。アイテムちょうだい、アイテム。アイテム余ってる人、アイテムちょうだい。今日の予定は、まあ、この後あれだな。ちょっと、プラプラしようかなと思って。バーガーありがとう。バーガー10個ありがとう。ハートありがとう。ありがとうございます。昨日卵味噌にあげてない。お前に投げるアイテムはない。何しに来たの？俺にアイテム投げる枠なんだけど。俺にアイテムを投げる枠じゃないの、ここ。違うの？俺にアイテムを投げて、俺のね、かわいいかわいいワドちゃんのフェイスを見るわけでしょ。
もしもーし。もしもーし。おはよう。おはよう。元気？病院帰ってきた？今日調子良さそうだね。体調いい？今日。1限目？今から勉強？うん。何？二次元目？道がない。道がね。熱？熱が出てるの？熱がないのか？熱がないって言ったのか？あ、今日は熱がないんだ。よかったね。熱が下がったんだ、病院に来て。おお、よかったよかった。ねえ、今日ね、ねえ、喋りやすそうだもんね。うん、よかったよかったよかった。うん、楽しかった？家に帰って。楽しかった？よかったよかった。何？病院にはプーさん持ってきたの？プーさんは持ってこれない。持ってきた？プーさん。プーさん一緒にいるんだ、今。ああ、よかったね。プーさん、おっきいの？おっきいんだ。そっかそっか。うん。プーさん好きなんだ。好きなんだ。うん。今日は天気いい？そっちは天気いい？天気いい、気持ちいいね。うん。今日はこれから何するの？大丈夫？ご飯食べるの？ご飯は何食べるの？親子丼？なんだろうって？ん？わからない？ご飯は。うん。何が好きなの？ご飯は。まなちゃんは。
わかんない？プリンが好きなの。まだちゃんプリン好きなんだ。そっかそっか。プリン美味しいよね。ねえ、プリン出てくるといいね、今日ね。配信やってるよ、今。配信見てくれんの？見てくれんの？ありがとう。待ってるよ。ありがとね。じゃあね、ご飯ゆっくり食べるんだよ。じゃあね。ありがとね。はーい。いいじゃん。とつまつしてるんだから、いつも。誰でもかけてきていいよっつってんだから。今日調子良さそうだったね。体調熱が下がったって言ってた。ありがとう。ハートありがとう。今日体調良かったみたい。呼吸もね、苦しくなさそうだったし。いや、文句ある人でも誰でも突受けてるよ。毎回毎回。そうだよ。そうそうそう。もともとリスナーさんだよ。もともとっつうか今でもリスナーさんだし、多分今見てるよ。いや、もう半年ぐらいずっと見てくれてる。半年以上か、もう1年ぐらい見てくれてるよ。いや、のんちゃん焼きもち焼かないよ。のんちゃんも知ってるもん。ねえ、調子良さそうで嬉しい。よかったよかった。今日はよく喋れてた。マナちゃん。キツネ枠だとね、どれがマナちゃんのコメントかわからないけど、昨日もコメント書いてたよ。のんちゃん後ろに寝てるよ。別人格とか。そんなんじゃないよ。マナちゃんは、そう、新八丁と俺が好きな。唐揚げの歌は俺の歌じゃねえわ。卵味噌の歌だわ。ニコ生の時代は知らないよ、マナちゃんは。新八丁とも凸してるみたいよ。でも一番のお気に入りの配信者は和道なんだって。マナちゃんはうちよく出るから。新八丁は真央ちゃんなの？別の子なの？え、マナちゃんじゃなかった？いや、多分同一人物だと思うけど。あ、和道さん、和道さん、違うか。これじゃないか。いやいや、マナちゃんは、昨日も狐枠書いてて、5号だったのかな？電話かける、電話かけるって言ってた人。カットうまいかな？そう。彼女をカットしたよ、昨日は。彼女はショートヘアになった。マナちゃんはアンチコメ絶対書かないもん。
むしろ昔からね、一人でアンチコメ書くなって、和道さんいじめるなって、俺のこと守ってくれんだよ。昔からね、見てる人は知ってるよね。アンチコメが流れるとね、マナちゃん怒るの。和道さんをいじめるなって、和道さんのこと守るってコメントしてる。え、いいのよ。いや、要はこんな汚いコメント見せたくないねっていうのが、不特定多数の人に見られてるっていう自覚がないから好き勝手書けるわけじゃん。いいんだよ。世の中はこういうもんだっていうのをマナちゃんに見せるんだよ。あ、カットしてんの見てくれたの、ありがとう。まあしょうがないじゃん、俺の放送アンチコメ多いのは。マナちゃんも知ってるよ。堂々とやればいい。堂々と。俺が書いてるわけじゃねえんだから。そう、普通に接すればいいんだよ。いや、ここも世の中の一つでしょ。うん、ここも世の中の一つだよ、うん。俺はそう思ってるよ。ねえ、今日もいただいてますよ、たくさん。稼がせていただいてますよ。うん、そろそろ飯食おうかな、俺。12時半か。もうちょいやるか。腹減ってきたな。え、のんちゃん、スーパー行く？あれ？のりこ。寝てんのか。のんちゃん、おかずあんの？今ね、ご飯炊いて、ね、ご飯炊けたよ。うん、うん、おかず買いに行った方がいい。いや、どうするのか。いや、おかず買いに行くんだったら一緒に買いに行くし。花火バブル復活かどうか分かんないよ。だから、その俺は分からんよ。リスナーさんが投げてくれてるから。肉の炒め物作るの？何でもいいよ俺は。うん、なんで毎回感想なの？なんだろう、癖だね。シルバーチケットって言って、ニコ生のシステムってさ、あの1枚のチケットで6時間使えるから、シルバーチケットっていうアイテムもらったら6時間やるっていうのが癖だったんだよ。だからニコ生の人って長くやる人多いでしょ。ちょ、空気入れ替えようぜ。そっちも開けて飲んじゃん。今日天気めちゃめちゃいいから空気全部変えよう。今日はニンニクの芽の豚バラ肉の炒め物作るって言った。バッファローのルーター買ってない。バッファローのね、あのあれ、あのハードディスクねえ、花火たくさんいただいて嬉しいよ。本当にありがたい。どれさんに電話しろ。なんで？うわ、今日天気超いいね。わ、海行きてえな。うん、海行きて。YouTuber？ 誰それ？長谷川って。知らない、絡みない。沖縄行きたいね。沖縄行きたいな。あたいを沖縄に連れてって。沖縄行きたいよ俺。布団カバーも洗いたいね。洗濯したいんだけどね、干せないんだよね。干せない。四国にも行ったことある。四国は俺住みたい町、日本で全部回った中では四国のどこだったっけな、すごい都会みたいな、高松だっけな、高松に住みたいと思ったね。あの黒黒が住んでるところ、高松でしょ。あの都会っぽいところ、四国の中では。高松は何なんだあれ。高松って何県だろう。高松良かったな。
高松駅すげえかっこいいんだよ。お台場みたいな感じなんだよね。俺沖縄に住みたいなんて言ってないよあのさ、いつ言ったのそんなこと。なんでさ、そういう間違ったことを事実として伝えるの。俺沖縄に住みたいなんて言ったこと一回もないよ。香川だよ。バンになったこと一回だけあるけど、不慮の事故だね。俺じゃない。あの、のんちゃんが乳首出しちゃった。最近アイランね、放送やんないね。寂しいね。ニコ生やってんじゃないの、わかんないけど。アイラはね、もう3年分ぐらい稼いでるからさ。高松のうどんまずかったんだ、うん、のんちゃんの乳首見たかった。富里いいところだけど、まあまあ、うん、ゾゾスーツは頼んでないよ俺。のりこ乳首ポロリ事件、まあそれしかないかな。バンは延長。ご飯食べるよとりあえず。飯食べてる枠なんか見たくないでしょ誰も。雑談ね、ご飯食べながら失礼だからさ。のんちゃんがカメラの角度、冷蔵庫があったんだけど、こういう角度でやってたら冷蔵庫に着替えてるのが映っちゃって、のんちゃんが、のんちゃん後ろで映ってないと思って裸になっちゃって、でその時にあっあっあっってコメントが来て、のりこぽろりのりこぽろりつって、それそうだね、雑談後でやろうか。じゃあ皆さん、たくさんアイテムありがとうございました。お疲れ様です。じゃあまた後で。お疲れー。トラン荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう